日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの加穂です。佐奈です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。船舶の安全を守る灯台。灯台は海の目印、航路標識という役割だけでなく、人々に安らぎも与えてくれます。下田市須崎半島の先端に立つ爪木崎灯台。凛として佇むスマートな白いシルエットは地元のシンボルとして愛され続けています。下田市元須崎区長宮川明夫さん、若い頃は船の機関士として活躍。当時の灯台の思い出を聞きました。日本に近づくとどんどん灯台が見えますから、次から次とその灯台がどこどこの灯台となってくると、あ、やっと自分の目的地に来たんだなということが分かります。やっぱ安堵感というかな、今までのこの苦労がそこでちょっと抜けるような感じで、これから灯台というのは一つのシンボルとしても、まあ、十分に、まあ、景観を保てるんで、それにそれプラスアルファとしてそういう、ね、何かイベントとしてここに赤い絨毯なんか敷いて結婚式をやるみたいな感じでね、やったらもっとみんながこの関心を持ってくれるんじゃないかと、私はそう思います。海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。チャンネル登録お願いします。その他にも Facebook、Twitter、Instagram でも配信しています。フォローお願いします。海と日本プロジェクト in 静岡県でした。海と日本。